カジルスタンがインフラワールドの存在を嗅ぎつけたとの情報が入った。裂け目を見つけヘルハンちゃんに位置する秘密基地で実験を行っているとのことだ。実験がどの段階にあるかは不明だが、我々はインフラワールド内に重大な変動を検知した。つまり彼らも向こう側に接触したということだ。君の任務はコンデンサーの破壊とその他の先端技術の破壊だ。コンデンサーを破壊できたとしても裂け目はそこに残ります。コンデンサーの建設は金がかかるし時間を要する。この任務でインフラワールドを調査する時間を稼ぎ、そして他国が兵器として使用するのを阻止する。当然警備厳重区域ですよね。ああ、相当な武力抵抗が予想されるだろう。君のチームは…チーム？マーラ、彼らを。よう、ジョディ。久しぶり。クレイトンのチームが一緒だ。小規模の部隊なら敵の目をかいくぐれるだろう。任務の開始は2日後だ。頼んだぞ。気をつけろ、ジョディ。向こう側では何が起こるかわからない。大丈夫。まだ向こうの住人になるつもりはないから。そっか。君を失いたくない。久しぶりだね。任務があるからエイデンはあんたを殺さないでいる。でも用心して。参った。幸先いいスタートだ。